豊田喜一郎は日本の経営者、技術者、豊田自動車創業者。以下は15位。君党は君四党。豊田佐吉の長男。豊田自動車工業社長、社団法人自動車技術会会長などを歴任した。豊田市役所に混流された豊田喜一郎の像、豊田佐吉と沢原民の長男として生まれる。当時夫婦は東京浅草に住んでおり、 里帰り出産のため、静岡県自基地群、吉村山口で生まれるが、出生3ヶ月の時、貧困の中家庭を帰り見ることなく、発明に没頭する夫に愛想をつかした母親が、家出したため祖父母の家で育つ。3歳で、父、佐吉の住む愛知県名古屋市に転居し、東区竹平町や、西区、島崎町、堺生町の工場内に住む。 のち名古屋市白壁町の家に住む、高岳尋常小学校、現、名古屋市立東桜小学校、愛知県市販学校付属小学校、旧姓名林中学校、第二高等学校校組校下を経て、1920年、東京帝国大学工学部機械工学科卒業。卒業後、父、佐吉の意向で、経営者になるため9月から、 東京帝国大学法学部で1921年3月まで学んだ。その後地元の名古屋に戻った木一郎は豊田防職に入社。1921年7月から1922年2月まで豊田理三郎夫妻と共にサンフランシスコ、ロンドン、オールダムなどを視察し、マルセイユから上海経由で帰国した。父には、 発明より経営に重点を置くように指示されていたが、壁海軍カリヤ町に試験工場を作り、自動食器の開発を開始。1926年に、豊田自動食器製作所を設立し、常務取締役に就任。1929年から1930年4月まで、欧米に出張し、当時、黎明期にあった自動車産業が、将来大きく発展すると考え、 1933年9月1日に、豊田自動食器製作所内に自動車製作部門を新設。1936年に自動車製造事業法の許可会社に指定されたことから、これが1937年に、豊田自動車工業株式会社として独立し、同年同社の副社長に就任。1941年には社長に就任した。1936年から、 事業のため一家で、東京市本郷区明けぼの町の借屋に転居。1938年、工場のために田畑を移すのを避けたいという思いから、愛知県西鴨郡衣町の荒れ地だった58万坪の土地を取得し、自動車工場を建設した。同年赤坂に家を買い転居したが、1945年5月に空襲により消失。名古屋市屋ごとの別荘。 ナム山農園で終戦の日を迎える。終戦後は、食料確保のため庭で土壌の養殖やうずらの飼育を行った。別荘は、その後1997年まで豊田昭一郎一家が住んだ後、豊田案が池記念館に移築された。1949年のドッジラインの影響で、不況に陥った中、豊田自動車の債務も増大し、 早期優遇退職を行う経営側と、全日本自動車産業労働組合というおとたろも、分解の対立が激化。事態の責任を取るため、1950年6月に社長を退任し、東京に研究所を設立し、エンジンの研究などを行った。1952年には再び社長に就任することが内定するが、同年死去。 愛知県豊田市の発展に大きく貢献した実績から豊田市役所の広場には銅像が建てられている。死去から49年後の2001年3月、豊田市の名誉市民となった。2001年に創設された日本自動車電動の電動車に選出され、2018年にはアメリカ合衆国の自動車電動入りを果たした。豊田家、ありがとうございます。